スーパーライト級ですね。 K1 においては、山田哲也選手が、K1 王座返上となりました、ですので K1 の、スーパーライト級王座は空位にございます。4マッチを行います。今回の対戦相手は当日綱引き抽選で決定します。前代未聞のワンマッチが始まる。楽しみですね。今までにない綱引きマッチ。叩き上げのテクニシャン佐々木大蔵。経験値ですかね。当日のインスピレーションで戦うことが多いので対応力がすごく問われてくるのかなとは思うんで。経験に裏打ちされた勝負際で生きる対応力。佐々木大蔵っていうものを表現できれば自ずとそういうものも結果としてついてくる。一回 K1 の世界チャンピオンになってる以上誰とやっても負けれないですね。第3代 K1 ワールドグランプリライト級王者林健太。まあ不器用なんでそもそも細かく対策を取ってスタイルチェンジしていくと自分の良さがあんま出ないのちゃうかなと思いますね。愚直に己を高め気づいたファイトスタイルは。インファイト倒すとしたらパンチ以外とかありえないですよね。俺あの距離でやったら自信がありますね。第4代 K1 ワールドグランプリライト級王者ゴンナパー・ウィラサクレック。圧倒的な破壊力。ムエタイ大魔神が後楽園のリングに再臨。宮田さんเป็นความคิดที่ดีครับสนุกไปอีกแบบนึงครับมีอาวุธหนักครับแล้วก็มีเตะซ้ายหนักหมัดเราก็คิดว่าสู้ได้ทุกคนครับมวยไทย number 1 対策の量が増えるだけで誰が来ても変わんない。クラッシュスーパーライト級王者稲垣柊。ワンランク上のレベルの打たせずに打つっていうのを見せたい。隙のないディフェンスと正確な一発、その真髄は。全局面を想像してどの攻撃で自分が倒れるのかっていうのも想像してやってるんで、だからこそ完璧に仕上げないと僕はリングには上がりたくない。ピカーンって来るのを狙ってる。シャイニングストライカー寺島ひかる。極真空手、伝統空手、キックボクシング3つこう混ぜ合わせて肩にはまらないスタイルなのかなって思ってますね。空手で培ったパワーとスピードを生かすのは。体が勝手にこれだなってなる時があって、自分のひらめきには自信がある。それがバチッとはまる時は相手が勝手に倒れてるんで。誰とやるにしてる気持ちなんで、そこは誰には負けないです。不屈の狼塚本拓磨。決して引かない泥臭さで逆境を跳ねのけてきた男。対策とかはもちろん大事ですけど、やっぱ勝ちたいっていう気持ちが本当に強く、それを押し通せば別に僕はその対策とかを関係なくぶっ壊せると思ってるんで、若手 VS ベテランみたいな感じで、それを僕は試されてると思ってるんで、芸格上というかそういう戦いになるんじゃないかなっていう。そしてこの6人にさらなるワイルドカードが切られた。韓国から名乗りを上げたのはジン・シジュン。その好戦的なファイトスタイルからついた異名はコリアンサイコ。カード안올리면잔다고요リング에서。6月に妻であるイ・ドギョンとの間に第一子が誕生予定。生まれてくる我が子に情報を届けられるか。おお、名言札を奪った。クラッシュは多分自分がいないとクラッシュじゃない。ハイパーバトルアスリートフミヤ。11勝全部 KO なんですよね。クラッシュの戦いを一番体現できる選手なんですよ。
勝つも負けるも KO 決着、小足のゴンゲが参戦。他の試合とか見てても正直インパクトがない試合が多くて、やっぱ KO があるからクラッシュだと思ってるんで、まあ K-1 のねチャンピオンを狙うにふさわしい選手が浮かび上がってくると思うので、だから 100% いや 200% 実力出せる選手もいれば 50% しか出せない選手がいても面白いし、度胸あるやつが勝つんじゃないのって。